おはよう私の朝は砂糖をドバッと入れたコーヒーで始まるううまーいねえ佐藤さんあなたって一体何者なの 泡は私の主成分はスクロースですスクロースっていうのはグルコースとフルクトースが結合したものですだからここをちょちょいと加水分解するとグルコースとフルクトースに分かれますなるほどスクロースはグルコースとフルクトースが結合してできてるのねじゃあグルコースやフルクトースをさらに加水分解するとどうなるのグルコースやフルクトースはそれ以上加水分解されないのですつまり糖の最小単位なのです

あるいは9個までの担当の集合体とか定義が異なりますお使いの教科書で確認をお願いしますにょそういえばオリゴ糖ってよく健康にいいって聞くけどどうしてなの君ってたまにいい質問するよなオリゴ糖は血糖値が上がりにくいお腹に優しい 虫歯ににななりにくいっってて言われますよねなぜだか知ってるか知る分子が大きいから吸収されにくいのかなでも糖質って多糖もオリゴ糖も二糖も結局は消化酵素で切断されるんじゃないのなんでオリゴ糖だけが注目されるの？ほうお主もなかなか良いとこつくな実は人にはオリゴ糖を完全に分解する消化酵素が不足しているんだよ。だからオリゴ糖は担当に分解されにくいんだよ。糖質は担当に分解されて小腸から吸収されることで血液中 ののグルコースの濃度つまり血糖値を上げるでも分解されなかったオリゴ糖は小腸から吸収されにくいだから血糖値を上げる原因にはなりにくいんだにょさて小腸で吸収されなかったオリゴ糖が大腸まで行くとどうなると思う大腸そうだビフィズス菌とかいわゆる善玉菌と呼ばれる腸内細菌の栄養源となってそれらを増やす効果があるんだそのおかげで腸内環境が整うと言われているにょさらに。 一部のオリゴ糖は食べても虫歯になりにくいと言われているよなぜだかわかるかは<母>歯の表面に付着する思考プラークは膨大な数の細菌の塊なんだけどこれらの細菌は私たちが食べた糖質の一部を分解してベッタベタしたグルカンを作ってこれを使って歯の表面にくっつくたたそして細菌は糖質を食べて酸を作って歯の表面を酸性にするんだこの過程を発酵。<ン> と呼ぶよ発<光>酸が十分に酸性されると歯の表面にあるヒドロキシアパタイトが溶け出しカルシウムやリン酸が失われて虫歯が発生する原因を作るよだけどフラクトオリボ糖やガラクトオリボ糖などの一部のオリボ糖はそれらを細菌が食べてもうまく代謝できずベタベタしたグルカンを作りにくくなるので細菌が歯にくっつきにくくなるさらにオリボ糖を食べても細菌が代謝できないから酸をあまり作れない、うん、つまり ブラークによる発酵性が低くなるなるほどオリゴ糖は血糖値が上がりにくいお腹に優しい虫歯になりにくいと言われているその理由としてはオリゴ糖を単糖のレベルまで分解するための消化酵素を人が十分には持っていないからなんだね反対に砂糖の主成分スクロースなんかだったら簡単に消化酵素で切断して単糖にして小腸から吸収することができる ではグルコースの塊でである澱粉はどううしょうそうですね澱粉はとっても大きな分子だけど人は澱粉を分解する消化酵素を持ってるから切断して大量のグルコースを得ることができるんだよ。 これで近い将来患者さんにオリゴ糖が健康にいいと言われるのはなぜですかと質問されても分かりやすく説明することができますねしかしオリゴ糖の取りすぎはお腹を壊してしまうことがあるので注意ですさてここで一旦まとめるぞタタタタン糖ニーとオリゴ糖タタ糖これらをまとめて糖質って呼ぶんだタン糖ミトオリゴ糖タ糖だな すまん実験式は C の M 乗 H2O N 乗や CH2O N 乗と表されます炭素の水和物なので炭水化物とも呼ばれるよ炭水化物とも呼ばれるよ大切なので2回言ったぞ医薬系栄養科理学部など学部によって定義や呼び方が違うのでご確認をお願いいたします次の動画では糖質の構造について説明するよお楽しみにレベルアップヨーローニングヒットサブスクライブナウ